何話のスーパーアホドル村上みな。本日は明るいカレーニュースお届けします、はい、やってまいりました。皆様、チャンネル登録数が300を超えましたありがとうございます嬉しいです。みんな明るいニュースを待ってるんだなと思って、もう日々日々更新していきたいと思います。よろしくお願いいたします。 それでは早速明るいカレーニュースだーい、参、はい、もうなんでいきなりご飯のカレーなのということで、本日一月二十二日がカレーの日だからなんですね。さ、参はカレーの日ということでお届けいたします。千九百八十二年にこの日本全国で 給食、小学校中学校の給食にカレーライスを出すという日が本日1月22日だったんですもうみんな大好きでしょカレー嫌いな人ってあんま聞いたことがないなと思います私自身も大好きだしまあ家族でも頻繁にカレーが出ましたのでやっぱ給食のカレーとなったら「いやカレーライスや!」って盛り上がったのを覚えてます皆さんも,もう食卓でね週1回ぐらいはカレー出るんじゃないかなと思います はい、なので1月22日がカレーの日本日ですよ、はい、覚えていてくださいでは早速第2位明るいカレーニュース第2位は大阪の西区駅名では阿波座駅という駅の近くにありますインドカレー料理屋さんしだらたさんです、はい、ちょっともうご当地すぎて。 分からない方が多いかと思うんですけども以前その淡沢の駅近くに住んでいたんですね私でそのところでよく頻繁に1週間にまあ、1回や多かったら2回ぐらい通っていたのがインドカレー料理屋さんのシダラタさんだったんですめっちゃおいしいからめっちゃ通うんです、まあ、カレーも好きだしインドカレーも好きだしナンも好きだしあの辛いチキンのあの辛い チキンの辛いチキンのあれも好きだしスパイスのいっぱいかかった辛いチキンのあれも好きだからすごく通わせてもらった場所で今も引っ越ししちゃってなかなかそれ以来行ってないんですけれどもそこのカレーが美味しいっていう情報を伝えたいんだけれども何と言ってもそこにもし行く機会が皆さんありましたらしだらたさんの日替わりメニューを見てほしいんですまあ、日替わりメニューの看板なんですけれども あのそ,のえー、とその国の方々ネパールの方やインドの方スリランカの方々が働かれてるんですでその日本人じゃない方がメニューを書いてくれてるんだけれども今日の日替わりメニューというのもちょっと本当外国の方が頑張って日本語を書いてくれたんだなという日替わりメニューってカタカナで書いてくれて、まあ、ほうれん草カレーとか書いてたら必ず一文字は字を間違ってるんです。 うんんってかかなあお逆さから「うーん」って書いてたりとか何かしら間違いがあるその日替わりの看板を私絶対見るようにしとってもそれツボでその当時は毎回写真に撮って、まあ、ブログやフェイスブックに上げてて「今日の日替わりメニューです」という形で皆さんのコメントのツッコミを待ってたっていう日々が続いとったんです。で実際 日替わりメニューは頼まないんです私もそこではそこではというか今でもですけどキーマカレーが好きなので <laughs> 絶対日替わりメニューはいらないというかもうキーマカレーしか頼まないから。 看板見なくてもいいんだけどその間違い探しというか失礼ですよねでも絶対間違ってるんです <laughs> 日替わり入の間違いを探すためにあえて看板見に行くということをやっておりましたもし皆さん大阪の西区淡沢市内ざ沢編にお住まいの方いらっしゃいましたらしだらたさんに行っていただきたいなと思いますにおいしいですはいシダさん情報でございましたでは最後ですよ だ、はい、一位。私のパレー。ありがとうございます。もう。What? あんたの話みたいになってると思いますもう最後は最後絶対自分のこと持ってくんなって思ってるかと思うんですけども、まあ、私も主婦8年させてもらってまして私も旦那さんもカレーが大好きですうちはもう頻繁にカレーを出すんですで私もよく旅行ったりツアーでライブでってもう家にいない時も多いのででも旦那さんは家で毎食夜ご飯食べはるでしょでそういう時にもう欠かせないアイテムがもうカレーです カレーを一鍋作っていたならば2日もつでもう少し持たせたい時みたいな3日持たせたい時とかあるじゃないですかその時は徐々にあのお水を足していくんですよこ旦那さんに内緒なんですけどあのちょっとシャバシャバかスープカレーになるような感じでお水を足してって内緒でね。ほんで ちゃんと混ぜてもともと濃いカレーを作ってるのでで、おいしいおいしいって食べてもらいながら2日しか持たないカレーを3日まで伸ばすというのがアホドル主婦の知恵でございます。はい、はい、よかった3日もったから3日間夜ご飯作らんでよかったとっいう胸をなで下ろすねはい、もっとをやってるんですけどもお味の方は。 まあ市販のルーは使わせてもらいますけれども、それにもう生姜をめっちゃするんです。こんなぐらいの生姜ね、一袋買うとしたら半分ぐらいめっちゃ生姜するんですよね。ね <laughs> 一口二口食べたらもう旦那さん暑って言ってもジャンバーのググジャンバー着てへんけどね、家の中でなんか上の服のググみたいな感じ。<laughs> でにんでニンニクもこの一かけらを三個四個入れます。これは尋常じゃないぐらい多い量です。そしたらニンニクきつ って言って次の日までにンニク臭が漂うぐらいニンニクも大好きだしもうそういうの力つけとかなあかんかなと思って入れるんですけどもニンニクと生姜をたっぷり入れる市販の量にプラスする形で美味しいものを作るほんまに美味しいんです。でね 実際この今ね動画を撮るためにこういうので喋っていこうかなっていう話をしているところに横に旦那さんおったんですよだからこの水分の話水を足してるっていう話はほんまは言いたくなかったんだけどもちょっと言ってみたんですどんな反応するかなと思って、まあ、3日も足すために水を多く入れてるんですみたいな話しとったら横からね「いや美味しいで、ね」って言ってくれて「俺スープカレー好きやもん」とか言うてえー なんか毎日なんかかさ増しされてるかなって思いながら食べてるんかなって思ってたんだけど事実8年間おいしいおいしいと思って食べてくれとったんだっていう事実が判明しましてもうこれは9年10年って続く夫婦生活カレーには水分をもっともっと足して4日5日もたせていきたいなと思っております。あー 軽いニュースカレーニュースどうもありがとうございました最後は自分のカレーでおしまいです皆さんのカレーはどんなカレーですかコメントでお待ちしておりますカレー食べたいなと思ってくれた方チャンネル登録とグッドボタンお願いいたします本日もどうもありがとうございました